こんにちは、コミです。今日はダイアゴナルアームですけど、見てください、靴下動画にしてるのはこれとこれだね。一番最初の小さいやつで、次のちょっと大きいやつで、これはカメラなしでやりました。やっぱこれが一番いいねカメラ回しながらじゃダメだっていう言い訳ですけど、これね、終わって糸始末しようとしたら、ここは拾えてない目があったみたいで穴ぼこ開いてます。まあ、履かないからいいやと思って、まあこのままで、やっぱり私つま先からばっかり編んでるから、履き口から編んだ場合のつま先の処理とかがサクッとわからなくて、ちょっと変な減らし目になっててかっこ悪いんだよね。で、そう、つま先から編んでるよっていうのを聞いて、まあ確かにいつもつま先からだしと思って、ちょっとそのつま先が小さくて編みにくいのかなと思って履き口からにしてみたんだけど、まあどっちにしろ同じですよね、小さくたって。だから編んでみたら、こっちの方がやっぱ綺麗な形になってるのね。同じなんですよ、結局ジャーマンショートローでやってるから同じなんだけど、やっぱつま先がどうしたらいいのか分かんないっていうところがあって、こっちの方が分かってる、その目数とかもなんとなく分かる感じで、でもうちょっととんがらせてもいいけど、まあ丸くてもこれはこれで可愛いかと思って、これやっぱりこんな感じでいいかと思っているから、ちょっと履き口から編むのはもうやめる、これはもうやめるで、つま先から編むやつで、目数少し変えて、この大きさだと足のサイズだったら 5.5 で、この長さが6 5.5、まあ、こんな感じの大きさで、もうちょっと小さくてもいいし、この大きさでもいいしみたいな、という とりあえずの着地点。まあちょっと最低ライン気味だけど満足の靴下が出来上がりました。まだやりますよ、これからね。で、まあそれはちょいちょい動画にするかは分からんけど、もうちょっとなんかいろいろ編んでみたいなと思っている感じです。なんか話そうと思ってカメラ回してる。何をどう喋ろうかという話、靴下の話したら忘れちゃった結構これ育ちましたよね。そうでもないかこうやって映すとそうでもないな。結構あんだなと思ったんだけど、このね、やっぱりダイアゴナルステッチは編みたくなる時が来る、時々、こうダイアゴナルじゃなくてヘキサゴンじゃなくてなんだっけ、ダイアゴナルじゃなくてグラニーヘキサゴンって何、グラニーも時々編みたくなるって、なんかそういうこう周期的に編みたくなるものってあるんですよね。で、それをまあ目的があれば、これを作りたいっていうのがあれば編むかもしれないけど、なんかこれっていうわけじゃなく、この編み方をしたい場合、ちょっと手をつけるのやっぱためらいますよね。他に編みかけあるんだったら、だいたい編みかけあるから、だからちょっとセーブさせるんですよね、自分のその気持ちに。だけど今回は別に何にするって決めてないけど編み始めたんですよ。まだ決めてないんだけどで、やっぱ編みたい時に編むから、これが楽しいですよね。
なんかこの編み方をしたいっていう自分の気持ちがあるのに、あるものを編んでるから、まあめちゃめちゃなんかこう楽しいし、これを編んでる時間がいい時間、心地いい時間っていう風になってて、そうだからね、編みたいものを編むのが一番いいんだけど、そんな風にしてると編みかけが終わらないっていうこともあるし、でもあれよね、編みたいものを編んでる場合は、それが編み終わるまでその気持ちが持続すれば楽しく編めるんですよね。なんか途中でやっぱり気持ちが、それちゃうと続かないんだよな。今日なんか手が滑る。そういう日もある。泣き声入ってますよね。って言ったら黙った。うわ、危な。形にするかも決めないで編み始めてるんですよ。で、とにかく三角全部この一玉終わるまで三角に編んじゃうっていうのもちょっと一つ案としてはあって、もう一玉あるから、で、その一玉でどれぐらいの大きさになるのかみたいなので編んでみてもいいかなと思ってるんだけど、そう、使うとしたら、編み上がったものを使うとしたらどの形がいいのかって考えると、私三角ショールってあんま使わないんですよね、編んだけど。だから それなら四角か長方形の方が使うかなともちょっと思ってて、ちょっとそこがまだ決めかねているけど、まあまだ今決めなきゃっていうようなタイミングではないから、とりあえず編み進めてる。どっちも減らし目しないで、減らし目というかどっちも増やしている、両側ともね。なんか決まるといいけどな、そろそろ。とにかく今はこれ、編んで正解だったなって感じている。逆に なんかこればっかし編んじゃう危険性的な。ちょっと飲み物いきましょうか。今日の蓋付きマグカップ、はい、しいたけ茶。自由な猫。餌を変えて、レインのね、前その話した気がするんだけど、餌を変えてみたら、ここになんか映ってた、ここになんか映ってたな、なんかっていうか、あのゴム、紙結ぶゴムをこのホルダーにぶら下げてあるんですけど、それが映ってた、気がつかなかった。餌を変えて、で、前の
餌の時あんまり食べなかったんだけど、変えたら前より食べるようになって、そしたらよく眠るようになって、で あんまりこう私のところにも来なくなったですよ。そうだから前お腹空いてたんだなーって思ったりしてるんだけど、だからちょっとここにいるのもちょっとレアまでは言わないけど珍しい感じで、そう、天袋が今お気に入りの場所で、天袋にいると他の猫が来ないんですよね。行けないわけじゃないかもしれないけど、すごい自分だけの空間的な感じで、多分そういうことなんだと思うんだけど、よくそこで寝てますね。あとあれね、まあちょっと寒いけど暑いよりはそういい状態ですもんね。寝やすかったりとか、そんな気がする、見ていてね。でそういう場所を見つけたらずっとそこにいるのかと思いきや、またその気候が変わるととかもあるのかな、変わっていくんですよね、自分の居心地のいい場所って。面白いですね。何の話をしようと思っていたかっていうのを、あるっちゃあるんだけど、うまく話せる自信がない。全くない。この間ポヤッとした動画みたいなのあって、そのあたりから、から？からか。なんかね、月、そういうまた月のせいとか星のせいとかあるんですけど、なんかそういうのも、やっぱりある全体的な流れとしてあるから、周りに似たような人がいたりとかっていうのが、まあだから、ああ月のせいかって思えたりもするんですよね。で今その自分もなんかあれ、なんか私調子悪いのって思っているけど、別に何があったわけじゃないのに、なんかその波があるっていうね、それは人間だから誰しもあるんだけど、でそんな時にこうおすすめの動画とかで出てきたりとかありますよね、それに関連したものが。でそう、それを見て、あやっぱそうだわって思って頭で分かってるんだけど、そう引っ張られちゃう、だから波があるからそっちに持ってかれちゃうみたいなこととかもあって、だからあそう飲み込まれてたかみたいな、流されてたかとか、でそれが思い出せると、ちょっとだけ冷静になれるみたいなのがあって、まあそれがなんかこうしんどい時、あ出来事としてはいろいろあるから別に一つの出来事じゃないけど、なんか自分がしんどいなって、ちょっと嫌だな、落ち込んじゃうな、へこむな、なんかそういう状態の時って、自分がっていう言葉がこうくっついてきたりするんですよね。どうしてもその自分、いろんな言い方あるかもしれないけど、自分がとかなんかそういう言葉がくっついてる時って、なんかこうしんどさが出てきてる時のサインだったりするんですよ。でまあエゴって聞いたことあると思うんですけど、まあ、その自分っていうのが、まあ、エゴで、エゴが悪いわけじゃないだけど、まあ、そこが強すぎちゃうとしんどくなるっていうので、それに気がつけたら、あーってなるね。うまく言えないよね。だからその自分っていう言葉が多く出てくるようになった時に、ちょっとその静かな場所で静かにしててみる、自分っ
って言ってるよみたいな、なんかそういう風にするとちょっとスーッとしていくみたいな。でやっぱ頭で考えてる時ですよね、自分が自分がって思ってる時って。だそれを考えを詰めちゃうと、考えすぎちゃうとしんどい。あのエゴって悪いものみたいな最初のイメージあったんだけど、エゴがない人はいなくて、生きてたら。だからそのエゴの使い方、あとそのエゴの大きさ強さみたいなものが、まあ、苦しさになるみたいなのを聞いてから、なんかそれですごい腑に落ちたんですよ。なんかエゴが悪いものって思うと自分が全部悪者になっちゃう感じがあったから、エゴが悪いんじゃなくて、そのエゴが悪さする、自分を苦しめるってなってる時は、うん、ちょっと沈めるみたいな風にしていくと、苦しさからはちょっと離れられるみたいな感覚で、だからその自分っていう言葉がちょっと多く出てくる時は、ちょっと距離を置くっていうのかな、 なんかそういう感覚を思い出す。だから思い出せないんだよね、しんどい時って。でそんなことを話してる動画がおすすめに上がってきたんだよくできてますね、きっと。あのアップル社の陰謀とかそういういろいろなんかいろいろありますけど、でそう、そんなところ思い出せたから、ちょっと静かにっていう今です。それを動画で話せるかなって思いながらカメラ回してるんだけど、まあ話せてないでしょうね。で、まあ、なんかそういうのに興味ある方は調べるといろいろ出てくると思います。はい、で思い出してほうってなって、でそうするといろんなことがそれと同じだから、一つの出来事だけじゃなくて、と、波がこう静かになっていく感じはある。まあ上手に言えないな。でもそういう時期なのかもしれない。なんだ、満月だとか新月だとか、そういったこととか、あと何星が逆行だとか、なんかそういうのとかもやっぱり大きな力が動いてて、それを感じやすい人はよりそういう波があるみたいなね、そんな感じのようです。何があったわけじゃないのになんか急に落ち込んじゃってるみたいな場合は、月のせいとか星のせいとかにするといいのかもですね、っていう話を前にもしてましたけど。ということで、このダイアゴナルは喋りやすいねちゃんと喋れてはいないけど、あの靴下の時のなんだか全然喋ってない動画とはやっぱ違うわ。はい、ちょっと靴下は、ミニ靴下はまだもうちょっとね編んでみると思いますけど、とりあえずこれが私的にはまあまあじゃないっていう感じになりましたんで、動画出るかな。あ、編み方はいらないですよねこれで。目数はもしかしたらあれなのかもしれないけど、私手が緩いからあんまり参考にならないかもしれないもんね。まあちょっともうちょっと編んでみますけど、ダイアゴナルも編みます。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画ライブ配信でお会いしましょう。バイバイ。